さんこんにちは、としもや YouTube チャンネルへようこそ。今日もスタッフ紹介をしたいと思います。板前さんの丹さんです。お願いします。よろしくお願いします。丹さんは板前さんなんですが、なぜこの職業に就こうと思ったんですか？小学校の時に家庭科の授業をやってて、料理が好きになったので、そのままもう板前さんになろうかと思って決めてました、小学校の時。すごいですね、小学校の夢が今叶ってます。そうですね。はい、素晴らしいです。ちなみにお仕事大変だと思うんですけど、休みの日とかはどのように過ごしてるんですか？休みは子供と一緒に、学校終わってから子供と一緒に遊んだりなんかやってますね。まあ、家族サービスですね。いいお父さんです。僕にもサービスして素晴らしいです。じゃあ何か特技か得意なことはありますか？得意はスポーツが得意で、中でもバレーボールをやっていたので、バレーボールは大得意ですね。バレーボールはどのくらいやってたんですか？バレーボールは6年間ですかね、中高と。一応全国大会にも出てます。すごい、こんなところにすごい方がいました。すごい、すごいです。じゃあ最後に何かお客様に一言お願いします。お客様の気持ちになって料理を作ってますので、ぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。